ただいまパリに着きました。とりあえずは今回の遠征の最終の場所ですね。クレーコートももう最後の大会の全仏オープンになります。いやー、やっと全仏って感じですね。ただちょっと全仏かなり感染者増えてるんで、そこがかなり怖いかなと思います。ドイツのハンブルグで直樹とは一旦別れて、彼はまた別の大会に行って別々の行動となりました。とりあえず試合は27日なんで、今24なんで、23か、23日なんで、もう少し時間あります。でも多分今日1日は、今日と明日1日は部屋で隔離ということなんで、当分外には行けないかなと思います。今回の全仏もバブルなので、ずっとホテル内で生活という形になると思います。Yes. Thank you. Yep. やっさ、これもうめちゃくちゃくせえやん。それではこれからホテルに向かいたいと思います。ホテルチェックインしました。 PCR の検査受けて、ここはなんかちゃんと24時間らしいですね。検査結果来てもなんかある程度ちょっと24時間は部屋待機みたいな感じらしいです。全仏の部屋はまあこんな感じですね。結構やっぱ狭いですね。ヨーロッパってやっぱホテルめちゃ狭いんですけど、なかなか狭い。で本来だったら今回ホテルが2つあって、ランキング的にもう1つ上のグレードのホテルに泊まらないといけないっぽいんですけど、今回はなんか日本人選手がほとんどこっちに泊まるんで、僕も一緒が良かったんでこっちのホテルにしました。しかももう1個のホテルめちゃめちゃ高いんで、ここの倍ぐらいするんですよ。残念ながらエッフェル塔とかは全く景色見えないんですよね。これだけ見ると別にパリかどうかすらわからん。いやー、せっかくパリに来たのにまあ外に行けないという悲しい事実ですけども、まだね、結構全仏は対応ざるみたいです。ここにいる選手たちにも聞いたんですけど、厳しくやってるようであんま厳しくやってないみたいな。だから結構怖いですね、本格的に。でね、ここでかかる可能性は大いにあるなというふうに思いました。とりあえずは24時間ですね。耐久始まります。頑張ります。今持ってこられた晩ご飯です。全部冷たいんですけど、お肉切れないし、これさすがに全仏結構ひどいっすね。もう一応自分で Uber Eats とか頼めるんで大丈夫なんですけど、なかなか質素というか、さすがにこれでアスリートに飯ってきついやろ。これは結構タフですね。でもいただきます。おはようございます。今ノックがあって、多分朝ごはんが届けられたっぽいんで、どんなのか見てみたいと思います。こんな感じでボックスに持ってこられるみたいですね。いや、ちょっと晩ごはん見たらマジで信頼ないけど、朝ごはん。フランスらしくパン。オレンジジュース。まあ、要はパンしか入ってないですね。うわー、まあ、これはなかなかきついですね。奪いしますか。はい、検査結果出て、さっき電話も来て外に行っていいとのことなので、今からクレデンシャル作りに行きます。意外と早かったですね。
昨日検査受けたのが夕方6時半ぐらいで、今3時半とかなんで、夕方の24時間はかからなかったですね。ラッキーです。多分今日ぐらいにいろんな選手が入ってくるのかなって思いますね。ホテルのプレイヤーズエリアですね。ホテルにも一応レストランがあるっぽいです。今日はあいにくの雨で、ちょっと練習できるかどうかわかんないですけど、今はちょっとシートかぶせてますね。とりあえず全仏オープン到着です。ローランドギャロス、今年は多分日本からの観客の方がめちゃくちゃ少ないと思うんで、寂しいですね。去年僕ここで試合しました。1回戦マッケンジー・マクドナルド選手とここで1回試合しました。今日夕方に、クレデンシャルができたんで、会場に行って、6時ぐらいから練習しようと思って行ったんですけども、雨がですね降ったので、6時からちょうど雨が降って、練習できないと言われたのでトレーニングしに行ったんですよね。トレーニング行ってたら、結構晴れてきたんで、1時間後ぐらいにできるんじゃねってなって、練習こと聞いたら、試合会場 と、練習会場があるんですけども、試合会場はコート何面かしか使わせないみたいな。でもそこ使ってるのもシード選手なんですけど、シード選手とも試合のコートしか使わせてなくて、あとは開けないみたいに言われて、ちょうどその時7時過ぎぐらいですね。でもコートは8時までしか使えないって言われて、じゃあ練習どうするのって言ったら、練習コートの方だったら、8時まで行けると思うよみたいな言われて、そっちに行けば練習できるって言われたんで、正直めちゃくちゃ不公平だと思うんですけど、シード選手だけコート開けてあげて、シードじゃない選手にはコート開けてあげないみたいな。なんか僕の他にも選手がいたんですけど、その選手もはぁみたいな感じになってて、なんでダメなのみたいな。実際コートはめっちゃ余ってるんですよ。雨も上がってて、でもカバーしてあるから、そのカバーを多分取るのがめんどくさいんですよ。なんかもう嫌だみたいな、それは絶対やりたくないみたいな感じになって、じゃあ時間的に、じゃあ30分ぐらいでもいいからちょっと打とうってなって、練習コート行ったら、いや練習会場そもそも7時半でクローズだからみたいに言われて、はぁみたいな、なんか言ってることと違うやんってなって、ここ8時って聞いたしみたいな、なんかここだったら練習できるって聞いたって言ったんですけど、ここ7時半までだし、もうコート全部カバーかけちゃってるから無理だよって言われて、さすがに怒りましたね。久々にグランドスラムにしてはかなり扱いが雑というか、この対応が雑ですね。ちょっとイラッとしましたね。しかもグランドスラムなんで、全米オープンかなりしっかりしてた分、厳しくしてるようで、検査とかもコロナへの対処も厳しくしてるようで、なんかそんなに厳しくなんか取り締まってないし、でもなんか意味わかんないところで結構厳しかったりとかしてて、よくわかんないなみたいな。しかもなんか運ばれてくる料理はもうなんかアスリートの食事じゃないでしょみたいなやつ運ばれてきたりとかして、でも一番ホテルに用意されてる選手の食事、外に行けるようになったらちゃんとご飯を食べれるんですけども、なんかホテルも、僕も今日清掃は来なかったですけど、選手も他の選手がなんか4日間ぐらい清掃来てなかったりとか、ちょっとそれがコロナ対策で清掃してないのかわかんないんですけど、もうちょっといいイメージだったんですけどね。やっぱなんかちょっと雑な感じがしますね。すごい無理やり開催させたみたいな感じがちょっとしますね。という、今日はちょっとなんか気持ち的にちょっと残念でした。正直なところ大きく見れば思ったよりも早く外に出れたんで良かったかなとは思うんですけども、ちょっとね練習もできなかったのはちょっと残念だったかなと思います。はい、あと2日ですね。今日が24なので、あと25、26練習して本番に向かいたいなと思います。ちなみに1回戦はカナダのフェリックス・オジー・アリアシム選手に決まりました。強敵でございますが頑張りたいと思います。
それではおやすみなさい。今日やっと練習できるようになります。今日今夕方4時前ですけど、やっと練習できます。マジで長かった。ロッケーロッケー。もう雨もすごいんでなかなかできないんですけど、ローランギャラスついてやっとファーストヒット。雨降ったら通常カバーをかけてコート濡らさないようにするんですけど、その僕らのコートともう一面だけカバーかけてなくてめちゃくちゃ濡れてて、で他のコートはカバーかけてあるんで、カバーだけ外せば、まあ、練習できるっていう状況で、で、まあ、結局そこで練習できず、カバーかけなかった理由もなんかまあちょっといやもう手遅れだと思ったみたいな感覚で、だからもうかけなかったんだよねみたいな、はぁみたいな感じでしたけど、練習できて良かったです。会場に来てからずっと練習できなかったんで、なんかなかなか難しい時間でした。しかもなんかちょっと今大会はなんかイライラすることも多くて、なんかちょっとせっかくのグランドスラムならもう少しなんかいい対応があってもいいのかなとか思いましたけど、ちょっとその辺は残念でした。とりあえずなんかずっと天気悪いみたいなんで、まあ、こういう日が続くかもしれないんですけど、とりあえずはまああと多分試合が月曜なんで数日2日ぐらいはあるんで、なんとか調整できればいいかなと思います。調子はそんなに悪くないんで、逆にいいぐらいの出来かなと思ってます。また練習に行くんですけども、始まる前の前室はこんな感じです。本当だったらこれだって全部お店なんですけど、まあまあ明日から開くのかどうかってのはちょっとわからないですけど、開けばいいなって。なんか1日1000人しか入れないんで、そのためにお店を開けるのかどうか問題もあります。とりあえず今は殺風景です。この辺でも変わってるわ。この辺変わりましたね。ここ変わりましたね。この辺なんかなくなった？この辺なんかありましたよ、ね。うん。何もなくなったみたいな。これから去年デロコトロ選手と試合して、まあ、ファイナルで負けたんですけども、そこのコートで。練習します。シモン・マシューコート、とりあえず遠いっていうのだけ覚えてる。今日はフランスのヘルベールっていう、ダブルスでニコラ・マフートっていう選手とずっと組んでて、まあ、世界一になって、やっぱシングルスやりたいということで、ちょっとダブルスを今はスキップしてシングル集中してる人なんですけど、僕があれですね、深センの ATP 優勝した時の決勝戦の相手が、まあ、その人です。っていうか、この道行っていいのか、ここからしか行けない。ちょっと不安になってきた。
Thank you.
今日が25ですね。明日から本戦スタートということで、今日26だわ、6ですね。試合まであと2日で、練習ができたと思います。今日午後、撮影して一緒に撮れたフェルベール選手は、ちょっと本当に何て読むかはちょっとわかんないですけど、フェルベール・ピエールだと思うんですけど、多分日本人のファンの人めっちゃ知ってる人多いと思ってて、まあ、ダブルスももちろんなんですけど、日本にかなり来てる選手で、チャレンジャーの試合からかなり日本にいたので、多分日本のテニスが好きなファンの人は結構知ってる選手なのかなと思います。午前中も午後も調子良くて、かなりいい感じの手応えなんで、明日は1回だけの練習をして、最終調整になりますけど、調子はかなりいい感じで、仕上げできるかなと思います。試合は月曜日、ちょっと何時か分かんないんですけども、1回戦の相手がオデアリアシム、なんとか読めないんですけども、オデアリアシム選手、インターネルズで試合をして、ファイナルタイブレークで勝ったんですけども、まあ、若手で僕より3つか4つぐらい下の選手で、まあ、いわば本当に将来多分マジでトップ3とかに入ってくるんだろうなという選手なんですけども、プレーで今あんまりいい成績を残してる方じゃないと思うので、少なからずチャンスはあるのかなとは思いますけども、まあ、ランキング的にかなり向こうの方が上なので、しっかりと準備して、まあ、こっちが逆に思い切ってプレーしていければいいかなというふうに思ってます。クレーも今年最後ですし、この全仏オープンでしっかりと結果を出して日本に帰国したいなと思ってます。全米オープンから始まった長い遠征が、これが最後に全仏オープン最後というふうになるので、そこでしっかりと結果出して、初日からいいプレーをして、年齢は下ですけども、を目指して頑張りたいなと思います。まあ、ワウワウで放送をやってくれるはずなので、ぜひ皆さんチェックして応援してください。お願いします。